さて、これからどうする？決まってるよ。あの子を探すんだ。探すね。何の手がかりもないのに草むらかき分けて探すつもりか。しょうがないじゃん。他に方法がないんだから。それともロニーにはいいアイデアでもあるのかよ。こういう時は頭を使うんだよ。いいかな、あの子の英雄を探してるって言葉が本当だとするぞ。今生きていて英雄と呼ばれるような人といえば、先の騒乱から世界を救った四英雄だ。まずお前の両親であるスタンさんとルーティさん、それから英雄王の誉れ高いバンダリアのウッドロー、そしてアタモニ神殿に所属しストレイライズ大神殿にいるフィリアさんだ。うんうん。おそらくはこの4人のうち誰かに会いに行くはずだ。そしてそのうち2人は除外できる。1人は居所がわからないスタンさん、そしてあの子はルーティーさんのところにも来なかった。これも除外とすると、残るのはウッドロー王とフィリアさんか。ここで問題。ウッドロー王のいるファンダリアへはどうやって行く？確かアイグレッテの港から船に乗っていくんだよね。あ、そうか。そう、フィリアさんにしろウッドロー王にしろ、会うためには必ずアイグレッテを通る必要があるってことだ。じゃあまずはアイグレッテに行こう。そうと決まれば出発だ。ここからアイグレッテを目指すなら、ダリルシェイドの西にある橋を渡り、さらに北にあるハーメンツバレーを通っていくのが普通だな。つまりダリルシェイドの方を目指せばいいんだね。よし、行こうロニー。どうだロニー様特製スープの味は？うん、うまい。知らなかったな、ロニーにこんな特技があったなんて。いつどこでこんな技術身につけたんだよ。そりゃお前、孤児院出てから一人暮らしするようになって、彼女もできずに毎日毎日自分のためだけに料理作って、ナンパはうまくいかねえのに料理ばっかりうまくなってうわ、涙と鼻水がスープの中に。なんだかこうしてるとさ、昔に戻ったみたいだよね。よく一緒に冒険ごっこした頃にさ。そうだな考えてみりゃ、俺はいつも帰るのおもりばっかりだ。相変わらずお前は何一つ変わっちゃいないし。違うよ、あの頃は単なる冒険ごっこだったけど、今は違う。今度こそ本当の冒険が、英雄になるための道のりが始まったんだ。はいはい、じゃあ頼むから成長したとこ見せてくれよ。迷子になって泣きべそ書いてるのを見るのはもうごめんだぜ。あ、なんだよ、俺ばっか悪いみたいに言っちゃってさ。そう思ってんなら黙ってついてきてないで、どっちに行けばいいか教えてくれたっていいじゃないかよ。それで聞くようなカエルなら俺だって苦労はしてないさ。わかったわかった、そう睨むなって。あの女の子を産んだろ。カエルと一緒にしてはちょっとは色っぽい話になるかもじゃないか。カエル、どうしてあの女に執着するんだ？そりゃ元がいいってのは俺も認める。あと10年もすればいい女になるのは間違いない。だけどな、世の中にはもっともっといい女がわんさかいるんだぞ。ロニーと一緒にするなよ。俺があの子を追いかけるのは何か予感があるからさ。予感？ひょっとして恋の予感か？なんだお前もそんな年頃か。よし、わかった、そういうことなら俺も応援してやるよ。違うってば。俺が感じたのは冒険の予感。あの子を追いかけることが英雄になるための道だって思えたんだ。はいはい、そういうことにしといてやるよ。ま、恋の手ほどきはこのロニ様に任せとけってな。だから冒険の予感だってば。ねえロニー、アタモニ診断にいたんなら、あの英雄のフィリアさんにも会ったことあるんでしょ？遠くからチラッと見たことがあるくらいだな。俺らみたいな下っ端は地方に回されるからなかなか会える機会がねえんだよ。で、どんな人だった？メガネの似合う知的美人だな。ルーティーさんみたいなタイプもいいけど、ああいう清楚なお姉さんタイプもあれはあれでグッとくるっていうか。そういうことじゃなくて、ほら、もっとあるだろ。英雄らしいオーラを漂わせていたとか、すごい気迫を感じたとか。知らん、
知らんってなんだよ。ロニの判断基準は美人かそうじゃないかしかないのかよ。ない。他に何があるってんだ。お前アイグレッテに行くのは初めてだっけ。うん、すごくでっかい町なんだよね。クレスタなんかと一緒にしてると目ん玉飛び出るぞ。楽しみだな。早く行こうよ。バカ、走るな。一体どれくらい距離があると思ってんだ。待てって、このバカカエル。また当分の間ルーティーさんの手料理が食えなくなっちまうな。あのビーストミートのポワレ、もっとよく味わっとくんだったぜ。あれって母さんが昔の友達に教えてもらったんだよね。ああ知ってる、マリーさんって人だろ。料理はうまくて、その上すんごい美人なんだってよ。一回会ってみてえわ。でも母さんより年上だって話だから、きっともうおばさんだよ。分かってないな、カエル。本当に美しい女性は年を取るほどに美しさを増すんだぜ。お子ちゃまには分かんねえだろうがな。アイグレッテはクレスタの北の方にあるんだよね。ああ、ダリルシェイドの西の橋を渡って、そこから北東の方角だ。よし、行こう。しかし、アシナガおじさんのことすっかりバレてたな。うまくやったつもりなんだけどな。まあ、さすが歴戦の強者だけあって、ルーティーさんの方が1枚も2枚も上手だったってことだ。おまけに渡したのよりずっとたくさん金ももらっちまって、なんか悪いことしちまったな。それなら大丈夫。俺が英雄になって2倍、いや10倍にして返せばいいんだよ。あのな、カエル、英雄になったら金がバカバカ入ってくるとでも思ってるのか。もしそうなら今頃ルーティーさんは苦労してないだろうが。ねえロニー、クレスタの噴水にコイン投げ入れたことある？ああ、あの後ろ向きに投げて入ったら恋愛がうまくいくってやつだろ。あれだったらいくらでも入れたことがあるぞ。コイン1個で恋がうまくいくんなら安いもんだからね。で、どうだったの？ご利益はあった？そんなもんがあったら今頃お前なんかと旅せずに可愛い奥さんと一緒に暮らしてるっつうの。だいたいあの時もっとうまくやってれば。あっちゃー、なんかいけない傷に触れちゃったみたいだ。ほら帰る、もういい加減に起きろよ。もうちょっとだけ。たく、毎日毎日エネルギー使い果たすまで動いてるから朝起きられねえんだよ。あんたたちも運が悪いね。ご覧の通り橋が落ちちまってね。そんな、急がないとあの子に追いつけなくなっちゃうよ。あの子？もしかしてピンクの服着た女の子かい？え、おじさん見たの？いやびっくりしたよ。橋が通れないって分かったらいきなり崖を降り出してさ。おさん、その子はどこから降りたんだ？ああ、そこの出っ張りだよ。もしかしてあんたたちも行くつもりかい？当然、急がないと見失っちゃうだろ。はあ、まあ怪我だけはしないようにな。ああ、もし薬とか欲しいなら売ってやるから声かけてくれよ。よし、行くぜ。へえ、向こうの足場まで飛び移れないかな。やめとこう。いくらなんでもこの高さから落ちたらやばいよな。少しずつ進んでいくしかないか。足を踏み外して崖から落ちたら大変なことになるな。こりゃ安全な足場を探しながら進むしかないぜ。帰る、いつもの調子で突っ走るのはやめてくれよ。こいつはジャンプに失敗して落ちたらただじゃ済まねえな。いいかカエル、降りられそうな場所やジャンプできそうな場所を探しながら少しずつ進んだ。なんだありゃ。
あの子のペンダントだよ。間違いない。歩いている途中か、崖を降りてる最中に落としたんだろう。ぐーん。なんだよ、気持ち悪いな。急に笑い出したりしてよ。あの子の落とし物を俺が拾うなんて、これってやっぱり運命だよね。お前はどうしてそう物事をいい方へいい方へとばっかり考えられるのかね。とにかくお前が持っとけ。会えたら渡してやればいいさ。